当社は本店を徳島県に置いてまして AED のレンタル、まあ、販売もやってるんですが、それにフォーカスして、事業を行っています。レンタルに関しては長期、中期、短期という3つの貸し出し機関によるレンタルをやっています。それとあとは販売の方は、まあ、自社内の EC サイトもあるんですが、あとは楽天さんのモールの方で、販売の方でやっています。起業するということを決めた時点で AED に特化した専門会社になろうと。ただし AED に絞れば絞るほど、その小さい自分の住んでいるエリアだけではですね、全然商売にならない。これは日本全国にやらないといけないということで、ホームページの検索順位をまず上げないといけないということが一点。初期投資を少なくして、いろんなところに行って事務所とにいるのと同じような形で、仕事ができる環境を作らないといけないということで、まあ、クラウド化2つをやれば勝負ができると思って、そこにフォーカスを当ててですね、徹底的に今対策をしたという感じですね。実際メインで使ってるのが Google の G Suite、 非常にいいサービスだなっていう安定感もあるしですね、 Gmail からスプレッドシート、 Google ドライブでの共有だとか、 Google Meet でオンライン取説だとかですね、ベースの部分を自分たちの業務に活用できるようにですね、こうちょっとアレンジ加えて、まあ、利用させてもらってます。今4期目なんですけども、3期までの、売上に関しては計画費の 163% ぐらい今言ってます。こういうシステムを利用してこのぐらいはいくだろうと、このぐらいはやりたいなと思ってたのを、まあ、はるかに超える数字は今残せてるかなと思っています。今後は販売の強化をしていこうと思っています。社内の EC サイトをしっかりとさらに発展させていくということと、EC モールの楽天さんのうちの店舗を充実させて、そこからの集客による販売をやっていきたいと考えています。あと、安心のできる中古のレンタル機を格安で販売していくというふうなこともやっていって、いわゆる流通のバリエーションをちょっと広げていきたいなと考えています。